AKB48 時代にめちゃくちゃ忙しい時、まあ、年に1回とかしか休みがなかったりとかあったんですよねメンバー活動総監督活動メンバーの相談に乗るみたいなことを全部詰め込んでたら本当に大爆発してしまった時がありましてそこから私はあのメンタルスケジュールを自分で書くようにしてるメンサルスケジュールです1週間をバーって自分の仕事を書き出して精神的にこれ疲れるわーって時は会食はあんまり入れないと。 とかもう自分の精神を守る時間を確実に取るようにして効率と打率をなんか上げるためにもう自分が元気じゃないとうまく回らないっていうのがすごくあるのでそういうふうになんかスケジューリングしていくのがなんかいいのかなって私は思いました。うん